普代村出身のプロ野球選手銀次選手の応援歌を作った山口県在住のユニットマウンテンマウスが今日花巻市東和町の小学校でミニコンサートを開きました。コンサートは岩手と山口の小学校同士の交流がきっかけで開かれました。マリア記者のリポートです。花巻市東和町の浮田小学校を訪れたのは山口県在住の兄弟中谷正史さんと真奈美さんが作るユニットマウンテンマウスで、今日は全校児童58人と音楽で交流しました。浮田小学校と湯田小学校が雪とみかんをぶつぶつ交換しよるっていう話を聞いて、そりゃすげえことやりよるなって思いました。こちらは浮田小学校と山口県の湯田小学校の交流をテーマにした歌です。両校は市町村合併する前は共に東和町にあったことから、同じ町名が縁で雪だるまやみかんを送り合って交流してきました。隣町出身のマウンテンマウスは今回親善大使として浮田小学校に来たんです。雪合戦やったよ、雪だるま作ったよ、冷たい雪に触れたけど心はポカポカ、いつか浮田町に遊びに来たいな。マウンテンマウスは普代村出身のプロ野球選手銀次選手の応援歌を作り、岩手とも深い関わりがあります。今日は2人にとっても思い入れがある岩手で楽天の応援歌を大合唱しました。学校同士の交流がきっかけで実現したミニコンサートを子どもたちは存分に楽しんだようで、最後に児童の代表がこれからも素敵な歌を歌ってくださいとお礼を言って、折り紙のペンダントと自家製のリンゴジュースをプレゼントしました。いろいろな歌がたくさんあって楽しかったです。どれが一番好きだった？野球少年。野球少年、はい、みんなで踊りするとこが楽しかったです。もう子供らがすっごい可愛くて、多分自然が子供たちをすごいいいように包んじゃって、で6年生が1年生を優しく包んじゃるなっていうのが本当並び方からも分かったよ。なんかね、感じすごい、それがひしひし伝わってきました。岩手のいいところを分かってもらえるように私たちが伝えて、そして岩手に行きたいなって行きたいなっていう人が増えたら嬉しいなと思います。本当にね、岩手の子どもたちに音楽の楽しさを届けたマウンテンマウスの2人は、地元山口に帰ってから今回の訪問を湯田小学校にも報告したいと話しています。はい、山口の山でマウンテン、はい、口でマウス で、 そうなんですよね、マウンテンマウスというグループ名なんですが、はい、本当に岩手ともどんどん関わりが深くなって、今や山口と岩手の親善大使の役割を果たしてくれています。どの曲も元気がもらえる曲ばかりです。さあ、コマーシャルの後はさすらいのジョッキーです。全国の地方競馬を渡り歩く異色の騎手を紹介します。